皆さんこんにちは。今日は大谷翔平選手をめぐる違法賭博疑惑について新たな事実が明らかになりましたのでお伝えしたいと思います。大谷選手は4月4日対ジャイアンツ戦で今季41打席目にしてようやく初ホーマーを放ちましたが、未だに波に乗り切れていない状況です。その一因として元通訳の水原一平氏との間の違法賭博をめぐる金銭トラブルが取り沙汰されています。しかしここに来て疑惑は新たなステージに入りつつあります。大谷選手の金銭管理について米メディアから質問を受けた所属事務所が、別の会計事務所が担当していると回答したのです。これは大谷選手にとって極めて重要な情報だと言えます。会計事務所が大谷選手の資金を管理していたとなれば、口座から送金する際は大谷本人の依頼、もしくは本人が直接口座のサイトにアクセスする必要があるからです。つまり水原氏が大谷選手名義の口座から勝手に送金することは不可能だということになります。仮に会計事務所が管理する口座から水原氏が金を違法賭博のブックメーカーに自力で送金していたとなれば、そのスキルはスーパーハッカー並みということになってしまいます。この騒動は日本のみならず米国内でも大きな注目を集めており、疑惑の目は水原氏だけでなく大谷選手にも向けられています。アメリカではこれがごく普通の反応で、大谷は有罪と見ている著名人もいるそうです。例えば米国で最も優秀な大学教授の一人とされるポトリッキオ氏は、野球選手として相手の隙を見逃さない大谷が身近な人間から知らないうちにお金を盗まれることがあり得るのだろうかと大谷選手に懐疑的な目を向けています。またアメリカの有名コメンテーターが心の底で大谷選手を有罪と信じている理由として、大谷の代理人が被害届の提出先について回答を拒んでいることを挙げています。日本のマスコミが絶賛した大谷選手の会見ですが、実のところ重要なことはほとんど何も説明されていません。自身への疑惑を否定するためにはいくつかの点について明らかにする必要があるのではないでしょうか。例えば会見で語った一切の賭け事に関わったことはなく、他人に頼んでブックメーカーに送金をしたこともないことや、水原氏が自分の口座からお金を盗み、かつ皆に嘘をついていたことの裏付けが必要です。また会見では明かされなかった水原氏が大谷選手の口座から勝手に送金できてしまった手口や、報道で明らかとなった会計事務所による管理口座からいかにして水原氏は金を盗んだのかなども気になるところです。仮に水原氏が口座から金を盗んでいたとしたら、会計事務所から大谷選手に異常な金額の消失に関する連絡は入らなかったのでしょうか。そしてなぜ大谷選手の代理人は被害届の提出先を明かさないのでしょうか。アメリカ人の多くは大谷選手の釈明に満足していないとの記述もあります。疑惑払拭のためにはやはり改めて本人が会見に応じる必要があるようです。大谷選手は今シーズン打率1割4分3厘1本塁打4打点と極めて低調なスタートを切っています。違法賭博疑惑が影響しているのは間違いないでしょう。一日も早い疑惑の解明と大谷選手の本来の実力発揮を期待したいと思います。次はアメリカと日本の反応の違いに焦点を当ててお伝えしたいと思います。大谷選手の元通訳水原一平氏との間の違法賭博をめぐる金銭トラブルは、日本のみならず米国内でも大きな注目を集めています。しかし両国の反応には大きな隔たりがあるようです。まずアメリカ人の素朴な疑問として、どの捜査機関に被害報告を行ったのかについて大谷サイドがコメントを避けていることが挙げられます。これに対し日本のメディアや一部のファンは必死になって大谷選手の疑惑を打ち消そうとしているように見えます。ジャーナリストの上杉隆氏は、大谷選手の資金管理は米国エリート層には犯罪的にすら映っていると指摘しています。一方で日本のメディアは大谷選手をよいしょしなければ死んでしまう病に罹患しているのではないかと思わせるほどの擁護ぶりを見せています。例えば多くのアメリカ人が納得していない大谷選手の会見について、国際弁護士の清原博さんはテレビで、ファンの目には完全に白という風に見える会見とコメントしました。落語家の立川志らくさんもラジオで擁護的な発言をしたそうです。また水原氏がどのようにして送金したのかを大谷本人に聞きたいとしたコメンテーターに対し、被害者である大谷にそれを言わせようとしてるってことは、お前もきっと共犯なんだろってことが言いたいだけなんだよね
と批判する声もありました。テレビ局の取材姿勢にも疑問が残ります。現地ファンの声を聞いたとロスあたりで取材しているテレビ局もありますが、かなりの高確率で日本人ファンが登場し、外国人ファンの批判的なコメントはほとんど放送されていないそうです。ネット上でも大谷選手の不調をスロースターターだから問題ない、打球速度は一番だから大丈夫などと擁護する書き込みが数えきれないほどあるとのこと。しかし大谷選手から納得のいく説明もなされておらず、完全潔白が証明されていないこの段階で彼を擁護する方向に全てを傾けるのは、様々なものが欠如していることを自らアピールすることに他ならないと藤井教授は指摘しています。大谷選手の元通訳水原一平氏との間の違法賭博をめぐる金銭トラブルはとても大きな損害だと言われています。しかしアメリカのスポーツ専門局 ESPN によると、大谷選手は被害届を出していないそうです。 ESPN が窃盗の疑惑を調査する可能性がある複数の機関に問い合わせたところ、大谷サイドから被害届が出ているかどうかを確認できなかったとのこと。また大谷サイドがどの捜査機関に被害報告を行ったかについてもコメントを避けているそうです。なぜ大谷選手は水原氏を速やかに告発しないのでしょうか。長年の盟友を懲役20年に追い込まないための優しさからなのか、それとも別の理由があるのでしょうか。被害届を出すということは、水原さんはどのような手口で大谷選手の口座から独力で複数回にわたって送金したのかという最大の謎に関してつまびらかに説明することが求められます。大谷選手に明らかにできない何かがあるのではないかという憶測もささやかれています。一方の水原氏ですが、違法賭博に関わったことを認めています。ただし賭けたのは野球以外のスポーツで、野球に賭けたことはないとしています。しかし MLB が認めてきた合法オンラインのスポーツベッティングをめぐる不正関与があったか否かが今騒動の最大の焦点になっているようです。また水原氏は一度も勝ったことがないと語っていますが、これには疑問の声も上がっています。ギャンブル依存症のメカニズムを考えると、一度も勝ったことがない人がギャンブル依存症になるということはありえないからです。日本では擁護されがちな大谷選手ですが、米国での見方は異なります。アメリカ人の多くは大谷選手もギャンブルに手を出しても不思議ではないと考えているようです。また極悪非道な窃盗被害に遭った者は可能な限り厳しい復讐を望むものだと思い込んでいるため、大谷選手の冷静な対応に困惑しているそうです。大谷選手にとって水原氏は声であり耳であり、アメリカや他の非日本語圏の人々に対して大谷選手の存在を代弁していました。異国の地で生きていくには通訳に頼るのが楽だったのかもしれません。しかしそのような状況では心理的に通訳を無条件で信頼するしかなくなってしまいます。大谷選手はなぜ水原氏の不審な行動やサインに気づかなかったのでしょうか。それは私たちが配偶者や兄弟、親友や親に騙されるのと同じなのかもしれません。アメリカ人の中には大谷選手が何らかの形でギャンブルに関与し、カリフォルニア州法を破って水原氏の借金を払った可能性が高いと考える人もいるようです。しかし大谷選手が何も気づかずずっと水原氏に全幅の信頼を寄せていたのであれば、大谷選手には人を見る目がなかったということになってしまいます。いかがだったでしょうか。今回は水原一平さんの違法賭博問題に対する大谷選手の対応への疑問について見ていきました。皆さんは大谷選手が被害届を出していないことをどのように感じましたか。アメリカ人の見方についてはどう思いますか。コメント欄で意見を聞かせていただければと思います。今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。